ベイボックスチャンネル。せーの、はいどうもベイボックスチャンネルです。あですよろしくお願いします。もう一回行こうかな。マクドナルド来るかなっていう感じがしたない。何来るかな。行くわけない。そんなこと。はい、じゃあもう一回ビーボックスチャンネル始まりました。イエーイ。今日は3回目ということで、はい、ですね。あ、名前言ってなかったね。井上和彦です。長塚さたかゆきです。田村亮介です。今井亮賀です。はい、前回はですね、前々回と、はい、今井亮賀くんがね、はい、ね、そうなんですね、おりませんでしたけど、はい、はい、おかえり。あ、ただいま、ありがとうございます。って今普通に言っちゃった。おかえり。なんかね、オーディションがあって、ね、はい、オーディションありました。楽しくできたんだってね。そうですよ、なんかあのオーディションとは思えないぐらい、あの、あ、めっちゃ楽しかったっていう感想で終わっちゃったんですよ。これはいいですね。いいですね。なかなかそういう心境になれないよね。なんかね、なんかうってなったりする時もあるんですよ。集中できたね。そうそう、いい最初やっぱり緊張してグッってなったんですけど、やり始めたらもう楽しくなっちゃって。一番が全員集中だね。全員集中。全集中の形で。全集中ですね。はい、集中してるとね、なんかリラックスするもんですよね。そうですね、はい、なんで、まあ、B-BOX チャンネル始まったんですけど、3回目からやっと合流と。そうです、3回目皆さんお待たせしました。はい、今日はですね、亮が中心にお届けしたいと思いますね。はい、自分中心ですか。はい、そうだって宇宙そうですね、1回目2回目だって寂しいよね。そうですね、特に前回なんか僕のあの動画しかなかったからさ、まあ、なんとなくお分かりの通り同じフォーマットですよ、はい、今回もなんかありますね。らしいですね。なんか前回なんか村なんとかさん、村なんとかさんだっけ、村なんウィルキンソン、あ、そうウィルキンソンゲームですね。ウィルキンソンゲーム、俺が全然言えなかった。え、そんなこと言ってたの。やりました。いろ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 遊んでウィルキンソンゲーム、あれだよね、なんかウィルキンソンなのか植木さんなのか、なのか当てるゲーム、全然分かんなかったです。俺村上さんって言っちゃった。名前自体も違うっていう。なんか丸聞けなんだよな。戻すんですか。練習した成果を 見せてもらうから、見せてあげようかなと思って。ちょっとえずいてた人みたいな。うが詰まっちゃった。無だった。無になっちゃった。うだったね。うです。ウィルキンソン、おい、いけそう。今ちゃんとウィルキンソン、今ウィルキンソンすげえかっこよかった。シーム、ウィルキンソン、ウィルキンソン、ウィルキンソン。あ、お前ちょっと近くね。来てます、来てますね。ウィルキンソン、どっちだ。さっきのはウィルキンソン、今の、今のは植木さん。正解は、なんで正解があったら、正解って言えばいい。られちゃったって。悔しいでも。はい、そういうわけで今日もですね、マスクをして、失礼いたします。はい、今日はですね、あの龍河の、はい、私です。龍河のね、動画を龍河の動画をやっと見られる。はい、お待たせしました。さっきね、あのうちらのを見ていただいたんですけどね。はい、見ました、はい、見ました。どうでしたか。いや、みんな編集、いやでも肉と肉被るの面白いなっていうのと、そうだね、あとやっぱ人によって編集の仕方が違うんで、うん、あ、こういうやり方もあるんだとか、こういうカット割りとかあるんだみたいな。もう2人とも初めてだった。ですよね。初編集でした。初めてなのに凝りすぎだよね。なんか YouTube のいろんなさ、液晶さ、これおいしいところ取りして、YouTube の効果音がガンガン。ガンガン言っちゃった。見たことあるぞって。有名なのばっかりでしょ。自分もなんすよね。効果音とか。ハードル高くなっちゃったな。じゃあ早速見てみましょうかね。じゃあ V 振りしてください。それでは自分の動画どうぞ。どうも今井亮賀でーす、ね、新人声優はフレッシュさと元気さが求められるということで、両極端に挨拶してみました。今井亮賀でーす。そして新人声優は名前を覚えてもらうということも大事でして、この今井亮賀という名前いっぱい言ってきますよ。今井亮賀でーす。今井
良画です。それで今回はですね、自分のことをちょっと知ってもらおうと思いまして、自分の趣味ととある実験をしてみたいと思います。で、自分の趣味なんですけども、まず筋トレ、そしてヨガ、山登り、サバゲーとありまして、一番好きなのが筋トレでございます。もう2年間ぐらい続いてますね。もうそんぐらい筋トレはハマっています。で、実は声優にも筋肉が必要でございまして、インナーマッスルなんですけども、あのおへその下あたり、丹田という場所があるんですけども、ここがしっかりしてないと、あの声を張り上げたり、また声に安定性がなかったりするんですね。なので今回は筋トレ好きの新人声優が、筋トレをしながら発声練習ができるのかどうかというものをやってみたいと思います。ではこちらの一家に一台あるアブローラーでございます。こちらのアブローラー、あの腹筋を鍛える器具となっております。で、こちらを使いながら、アメンボ赤いなあいうえおの発声練習ですねをしたいと思います。それでは早速やっていきましょう。それでは早速やっていきたいと思います。いきまーす。アメンボ赤いなあいうえお、浮きもに小指も泳いでる。柿の木くりの木柿くけこ、キツツキコツコツ枯れ木焼き。しんどっ。捧げに静をかけさしつせと、その運はさせ立ちました。立ちましょラッパで立ちつせと、とてとて立ったと飛び立った。なめくじのろのろ何ぬえの、何度にぬめって何なまる。はとぽっぽほろほろあひふえほ、ひなたのお部屋には笛を吹く。まいまいねじまきまみむめも、梅の実をつおみもしまい。まみむめも、ライチョウ寒かるラリレレの、連携が咲いたアルリオ鳥。あれ赤沙汰な浜、や言ってない。やかやいなします。やなんだっけ、そうだ。焼き栗ゆで栗やいえよ、山の肉の作り俺の家。うわ、ライチョウは寒かろラリルレロ、レンギが咲いたルリの時。ワイワイワッシャイワイエヨ、レッキーイトガイお祭りだ。はい、ということで、ちょっとあの腹筋きつすぎてアメンボのやつ忘れましたけど、見事やることができました。この今井亮が新人声優ではございますが、これからどんどん活躍していきたいと思いますので、皆さん応援のほどよろしくお願いいたします。それでは皆さん、またどこかでお会いいたしましょう。それではさよならです。あすごいね。やばい、動きのあるやつは面白いですね。面白いね。いやいやいや、もう本当になんか俺のと全然違う。もう生徒どうですね。もう動きっぱなし、動きっぱなし、生徒どうでしたね。素晴らしいね。だいぶ好きなの。すげえ。いやいや、笑ってもらってよかったです。結構つぼったね。いやいや、面白かったです。ありがとうございます。でも初めてじゃないんでしょ。そうですね。あの大学の時にちょこちょこやってました。あ、はい、で編集を。あ、編集です。これもやりながらやってたわ。これはアブローラーをやりながらやったのは初めて。初めてです。初めての挑戦だったから、できそうでできないことをやろうって思って、いやできないだろうなと思ったらちょっと意外にいけて、ただ酸欠になったんですよマジで。いや、そう超疲れてました。であの飛ぶっていう。あ、でもね、舞台とかやってるとね、あの歌いながらとか踊りながら、踊りながら歌いながらで芝居もやってとかっていうと本当に死にそうになるもんね。昔僕ね、ミュージカルやってた頃にあのバーッとこう歌いながら踊ってこうだーって外に引っ込むじゃない。はい、引っ込んだ瞬間だ。それまでニコニコしながら、あの時で息止めてんだよね。あ、そっか、歌ってる瞬間じゃなくてこう表情のお芝居をしてる瞬間だから、歌いながらでも息止めてんの割と。ほー、
そう、まあ必要な分は知ってるけど、もうなんかと袖に入った瞬間にゼーってなる。怖いじゃん。そうでひどい時はあのなんか酸素のあれをさ、ああそれなんかってして、まあそういうのを思い出しましたよ。アブローラで、アブローラ。でもなんか龍河にはそれちょっと極めてほしいよね。ああ肉体系そうですね。いろんなのやってほしい。頑張ったら頑張ったら頑張ったらというか慣れてきたら最終目的がウイロウリやりたいなと思って。あなるほど。ただ徒歩もすごい遠いですよその道のりは。なんか懸垂とかとかもやるの？はいやりますよ。じゃあもうなんかその種類を変えていろいろ、なるほど、バージョン違う方が、バージョン違う方に、そう、足にしたり、やることのバージョン違うのも面白いけど、やっぱりこっちの体の動き違う方が多分ベンチプレスとか、ベンチプレスが強いですよね。その方が、あの文言一緒の方が多分それぞれの運動のどこに人間どこにダメージがいってんのかっていう、わかるよね。あそれ面白いですね。そうそうそう、きっとね、できると思うんだよね。いろいろやってみよう。はい、面白かった。大丈夫なの B ボックスチャンネル、これでどうなんですかね。あれどうなるかな。どうなる B ボックスチャンネル。なんかまあいいか、うちらが面白ければ。いろいろ心が柔らかくなっていけば、遊びよです遊び。まあそんなわけで編集をですね、はい、それぞれ撮ってやってみましたけども、はい、あまあまあまだまだでございますので、はい、そうですね、もう少しこうねみんなで、そうですね、練習をしながらいろんな技をより楽しいものは。しかしすごいよね、よくみんないろんなとこから持ってくるよね。まあまあまあいろいろね、はい、僕はなるべく楽しながらやりたいと思います。のどかな感じで。というわけで、はいはい、今日の B ボックスチャンネルいかがだったでしょうか。ではでは、また次回。じゃねー。よろしくね。じゃねー。今井涼河でーす。筋肉大好きなので、これからはもっと今年1年かけて筋肉めっちゃ大きくしようと思ってます。そして役者としても成長していきますので、よろしくお願いします。この動画が面白いと思った方は、チャンネル登録といいねをお願いします。それでは、おいまたねーって言うタイミングだろ。そうですよね、そうですよね。どうして止まったの。不安になっちゃいました、不安になっちゃいました。俺たちみんなやる準備してんだろ。またねー、またねー。